皆さんこんにちは。日本一美しいプロボディーボーダーとも言われている白波瀬カイラさん、その他にも女優、モデル、タレントとしても活動してます。そこで今回は白波瀬カイラさんにまつわる様々な噂について紹介していきます。白波瀬カイラさんは1997年9月27日に千葉県で生まれました。珍しい名前なので芸名かとも思われますが、本名とのこと。名前の由来はハワイ語で日に照らされた海がキラキラ輝く様子のことをカイラということから、海から来た贈り物という意味を込めた漢字を組み合わせて名付けられたそうです。父親は1988年にオープンしたサッピアサーフのオーナーをしている白波瀬康史さん。サッピアサーフのインスタグラムには白波瀬カイラさんもたびたび登場しています。白波瀬康史さんは近畿大学附属高等学校出身で、甲子園にも出場したことがあるそうです。またプロサーファーとしては全日本3位に入ったこともある実力の持ち主です。母親についての詳しい情報は公開されていませんが、以前のインタビューからエステティシャンをしていてハワイ好きであることが分かっています。また白波瀬カイラさんの兄弟についてですが、 YouTube や Twitter などの SNS では父親のことを投稿しているものの、母親と同様に兄弟に関する情報は投稿されない状況です。2011年から千葉県でモデル活動をスタートさせた白波瀬カイラさんは、フリーペーパーの千葉美少女図鑑に掲載されたことをきっかけに芸能界入り。千葉国保月刊メインキャラクターや千葉とコラボのコラムを執筆するなど、地元に根付いた活動をされていました。そして2015年に公開された映画セシウムと少女で主演に抜擢されると、2017年には主演した映画写真甲子園 0.5 秒の夏で第30回東京国際映画祭に参加。その後も映画マンゴーと赤い車椅子やドラマ鉄道捜査官など様々な作品に出演していました。またボディーボーダー選手としては2019年に開催された第54回 NSA 全日本サーフィン選手権でボディーボードウィメン2位に入賞しました。実は白波瀬カイラさんは遺伝性喘息を治すため0歳から水泳を習い始め、小学生になる頃には水泳選手として活躍していました。その後全日本選手権大会にも出場し、クラブチームの強化選手として日本代表を目指していましたが、高校生の時に限界を感じ水泳選手になる夢を断念したそうです。その後父親が経営するサーフショップの練習会を見学し、ボディーボードに興味を持つようになった白波瀬カイラさん、自分もやってみたいと思ったことがきっかけでボディーボードを始めたそうです。いざボディーボードをやってみると、これまで自分が悩んでいたことが吹き飛び、波に乗り自然と触れ合うことが楽しく、どんどんとボディーボードの魅力に引き込まれたといいます。そして水泳からボディーボードに転向してすぐにその頭角を現すと、なんと初めて出場した大会で優勝。その後ボディーボードウィメン2位入賞を果たしたのです。あと1勝すればプロの資格を取れるとのことで、現在はプロになるのを目標に練習に取り組んでいるそうです。また2019年には千葉県一宮海岸で溺れていた男性サーファーを人命救助し、警察に表彰され大きな注目を集めました。その日白波瀬カイラさんも海でボディーボードをしていたそうで、50メートルから60メートル沖で両手を上げて助けを求めている横浜市在住の男性を発見。すぐに自分のボードで救助に向かい、自分のボードを捕まらせ背中を押して岸に引き上げると海岸まで誘導したそうです。その時男性は自分はボードを持たずに初心者の友人を指導していましたが、波にさらわれ動きが取れなくなってしまったとのことでした。当時を振り返り白波瀬カイラさんは、流れが速く厳しい状況で危ないと直感して向かった、助かってよかった、泳ぎがうまくない人が一人で大きな波に向かっていくのを危なく思っていた、ふざけたり軽い気持ちで海に入ったりするのは命に関わることとコメントしていました。その後の白波瀬カイラさんは2021年2月14日に YouTube チャンネルカイラオフィシャルを開設。2022年8月には GMO アダムが主催する日本グラビアクイーンコンテストにエントリーするなど精力的に活動しています。そんな白波瀬カイラさんですが、
ボディーボードに本腰を入れるタイミングで芸能事務所を離れ、数年間はフリータレントとして活動していた時期がありました。しかし原宿を歩いていたところをスカウトされ、再び芸能活動をスタートさせています。この時声をかけたスカウトマンはアーティストハウスピラミッドのスタッフ。実は白長カイラさんが14歳の頃にも一度声をかけたことがあったそうで、白長カイラさんは縁を感じてこの事務所にお世話になろうと決めたそうです。現在はプロボディーボード選手として活動しながら、グラビアやタレントとしても活動しています。2023年には7枚目のイメージ DVD 肉体美小麦色美少女を発売。7月16日に発売記念イベントを行いました。白長カイラさんはその健康的な小麦肌からグラビア界でブラックマーメイドとも呼ばれています。イメージ DVD についてもう500万点の出来栄えです。私が見た時結構攻めているなって思ったんです。周りも結構攻めているねって言われて、でも見られないって感じじゃなくて、健康的だから全然可愛い、肉体的で良いなって、周りの反響も良かったですとコメントしました。また本業であるボディーボードについては、日本プロボディーボード連盟の大会で現在ランキング5位であることを明かし、これは意外といい数字で、過去の成績の中で一番良い成績だったんです。日本戦は残り3戦なんですけど、次は9月まで大会はないんですよ。なので今月の30日からモルディブで行われる世界戦に行ってきますとコメント。初めて日本代表として挑む大会に対し、日本人は4人しか出られなくて、世界の壁はどんなものかぶち当たってきたいと思いますと意気込みを語っていました。そんな白長カイラさんですが、私生活では結婚しているのか彼氏がいるのかなども気になります。調べてみたところ、結婚しているという情報は見つからなかったものの、彼氏の存在については様々な噂があるようです。白長カイラさんは2023年3月15日にアベマ TV で放送されたヒロミと指原の恋のお世話始めましたの合コン企画に出演。なんとこの企画で K-1 選手の赤田光輝さんと仲良くなり、企画内のお誘いチャンスで両思いになりました。 K-1 ファイターでキックボクシング選手の赤田光輝さんは、勝った試合はほぼ KO 勝ちという実力の持ち主です。今のところ交際に至ったという情報はありませんが、今後が注目されている2人です。また2023年7月のインタビューの際に、記者からの恋の波は来ていますかという質問に対しては、夏なのでうねりが来ているんですよとコメント。その規模について、膝くらい50センチメートルほどのうねりが3つほど、まだどうなるかわからないですけどと笑顔で話していました。また以前、白長カイラさんは好きな男性のタイプについて、カフェ巡りが好きなので一緒にカフェでゆっくりしてくれる人、ギャップがある人、周りを見て行動判断ができる人、年齢が上の方と明かしていました。実際20歳の時には40歳の男性と交際していたとのこと。かなり年上の方も恋愛対象のようです。今回は白長カイラさんにまつわる様々な噂について紹介してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。